さあ、水曜のこの時間は3ヶ月の期間限定講師、青い学問、青学の先生こと、ブルーエンカウント先生が登場。さあ、今夜はこのままブレーンロックスの教室に行っていただきますよ。大丈夫かな？ 10 時台、最後ちょっとぐちゃぐちゃっとしたまま終わったけども。ちょっと不安な要素ありましたけどね。まあ、でも、まあ、信じよう、大丈夫だろう！行こう！ということで、ブルーエン先生、行ってらっしゃーい！ブルーエンロックス、ジェイコムがお送りします。いやー、滑ったね。いや、あなたがね。そうだね。あなたがね。いや、俺は4人で滑ったと思ってます。まあ、うん、やっぱりね。まあ、連帯責任だよね。まあ、交代ですから。何もフォローできなかったですね。いただきストリートって言った後のお前らのドンビータが忘れないぞ。下向いちゃったもん。なんであんなに下向いたの？なんか、一緒にして友達じゃない俺。いや、もうそういうのやめて、みんなでやっていこう、今日はね。みんなで4人でね。はい、ということで、改めまして、スクールオブロックの青学の講師、ブルーエンカントでーす。はい、始まりました。ボーカルギターの田辺俊一です。ギターの江口雄也です。ベースの辻村優太です。ドラムの高丸しずです。はい、ということでね、いよいよ先週からスタートしました、このブルーエンロックスでございますけども、早速ね、まあこのブルーエンロックスの掲示板もですね、開設されました。嬉しいですね。嬉しい、ありがとうございます。ありがたいですね。さまざまな書き込みがね、寄せられているんです。ほうほう。で、まあ今日ね、ありがたい話で、これね、もう生放送です。そうですよ。やばいっすよ。やばいっすよ。嬉しいですよ。もう、生で、俺らがですよ、スクールオブロックを今回してるわけですよ。4人でだよ。そうですよ。こんな奇跡、これもう聞いてるね。もうお前たちはもうかなり、もう今日はレア回ですから。レア回。そう、レア回。ということでね、このブレンロックス掲示板も開設されまして、様々な書き込みが寄せられてる中、今夜の授業テーマは、スクールオブロックが送る卒業ライブプロジェクト、My Generation 2017 Supported by J-COM。 はい、ということでね、はい、ちょっとね、FM 感だった2017、江口言いにくそうだったでも、江口もいい感じのリバービーな感じで。リバービーね。はい。ということで、この春、お前たちの学校の卒業式に、俺たちブルーエンカウントが実際に行って、サプライズでライブを行うというプロジェクト。なんといってもですね、ブルーエンカウントのこのブルーエンロックス、ま、3月いっぱいということなんですけども、ま、決まってる期間の中、最終ゴールはこちらの企画でございますからね。このライブが、僕らのゴール。地点ということでございまして、まあ応募開始しましてね、先ほども校長教頭も言っていただきましたけども、たくさんの応募いただいております。ありがとうございます。ありがとう。いや、もうなんかもう高校の数を超えたらしいから、応募の数がね。なるほど。なんか200ぐらいライブする。そうだね、もう全部いったろかな。200じゃ足らんやろ。足りないです。今のもちょっと、今のもちょっとびっくりしたの。おバカ発言出ちゃいますよね。一日一善頑張っていただきたいと思っていますね。よろしくお願いしますよ、辻村さんね。頑張ります、頑張ります。まあでも、そのね、いろんな生徒が応募してくれてると。で、今日はね、その中から気になる書き込みを紹介していきたいと思います。じゃあちょっとあれだね、ちょっと僕以外の先生方にちょっと応募してくれた生徒のみんなの声を紹介していただきましょう。では最初は誰かな。はい、私江口から紹介したいと思います。はい、お願いします。江口先生からお願いします。はい、ラジオネーム紅白派、三重県は17歳高校2年生の男の子からです。はい、僕は野球部に所属しています。はい、卒業される先輩方には入学、ごめんなさい、入学当時より簡単な言葉では言い表せないほどに大変お世話になりましたので、なんとかして恩返しがしたいのです。また、ブルエン先生のファンが先輩方にたくさんいると知っています。嬉しい。そこで恩返しの方はこれしかないと思いましたので応募させていただきました。どうかお願いします。嬉しいですね。卒業される先輩方の心に残る一生のサプライズをお願いしますということです。いいですね。だから先輩へのこう、まあ後輩からしてもやっぱそれがサプライズとしてできるから。うわ、なんか重いですね。胸が熱くなりますね。これはいい後輩だよ。こんな思ってくれる後輩いないよ。でもさ、それはさ、先輩が後輩に対してちゃんとさ、愛情を注いでたから、後輩がちゃんと可愛く。そうだね。まあやっぱね、その大事です。バンド界もね、そのやっぱ先輩後輩のやっぱその縦社会もありますから、しっかりと俺らも後輩を育てていきたい。いや、本当胸が熱くなります。はい、ありがとうございます。本当に素晴らしいです。じゃあ続きまして辻村先生、お願いします。じゃあ僕いきます。はい、ラジオネームユナドロスさん。
はい、17歳高校3年生長崎県の女の子です、はい、もうなんか好きなバンドがなんかもう分かりますけど ね、 もうね、うん、これうね若干 ね、 ね、うん、ラジオネームだよね、うん、RN ってあラジオネームね、はい、怖い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 、今もうスタジオのスタッフさんみんなええってなってた今初めてかよはい、はい、いや編集で作った生放送で、3年間同じクラスで過ごした、はい、クラスメイトとの思い出を振り返った時に、うん、楽しかったことじゃ、うん、楽しかったことだけじゃなかったけど、はい、クラスメイト28人とだったから、はい、3年間楽しく過ごすことができたので、あこれから離れてそれぞれ 就職進学する自分たちのことを大好きなブルーエンカウントの皆さんと、はい、ブルーエンの曲で高校の卒業式を送り出してほしいと思ったと。なるほど、え、うん、ということはその3年一緒だったってこと。そうだね、クラスメイト28人3年間楽しい、うん、そういうことあるんだね、一学年ってことなのかな、そういうことだね、俺はそういうことなんですか、うわだ余計絆が深いわ ね、 ね、それやばいね、これは余計ちょっとね寂しくなるよ、3年間ともに ね、 ね、まさにこう一緒にこうご飯食べたりして、うそうだよ、それこそ学園祭とかさ、なんかいろいろみんなでやっぱ作ってるわけでしょ、クラス行事イベントも一緒に乗り越えてね、そのまあ門出の日を迎えるということで、これはちょっとねこういう学校に僕行きたかった、あ本当にそうっていう思いもある、いろいろ行きたいっていうのもあるけどね、そうですね、じゃ続いて高村、はい、あごめんなさい、唯一の高村さん、唯一のね、間違えてもらいたくない、唯一の高村さん、唯一ですか、ね、お願いいたします、はいはいはい、ラジオネームミサルンさん、16歳神奈川県女の子、はい、私は生徒会活動をしていて部活との両立が厳しかった時、うん、たくさんの先輩に支えられました、うんうん、こんなにも大好きで大好きで仕方ない存在というのは今後できないだろうと感じるほどたくさんの思いをもらいました。なるほどね、しかし部員としても生徒会としても恩返しをできるチャンスというのがなかなかなく、はい、このまま先輩が卒業するまで何もできないのを寂しく思い、はい、このプロジェクトに応募しました。いやーありがとう、なんか嬉しい、そのなんか ね、 ね、先ほどの子もそうでしたよ、ね、先輩にそのサプライズをしたいからブレーン先生力を貸してくださ い、 ういう、ね、なんか俺らそういう人になれたんだなと思うの、そうだ、ね、そうだよね、そうですよ、なんかねその気持ちもすごく受け止めました、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ということでじゃあ田辺先生もね続いての書き込み紹介したいんですが、はいはい、もし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 、どうも、せーのブルーエンカントです、やばいやばいやばいっつってる、じゃあ、自己紹介お願いします。熊本県18歳のペチプリンです。ペチプリン、ペチプリン、ペチプリン、やばいねペチプリン、チンプリン、どいやなんでプチンプリン、いやペチンプリン、ペチプリンの話もそうそうそう、なんでスキャットを出したんだそこで、まあありがとうねペチプリン、はい、ちょっとじゃあさ、もうすごいテンション上がってるね、テンション上がってますけども、じゃあ、どうしようかな、まずはじゃあ 学年はだ高校3年生なわけですよ、うんうんうん、で応募してくれたんでしょ、ありがとうな、ありがとう、はい、うん、これ今回先生にはちゃんと承諾得てますか、あなんか、うん、まだノリでしか言ってないんで、明日ちょっと校長先生に直談判行こうと思ってます、もう、じゃあさ校長先生、その学校にはじゃあ校長先生がいるってことだよね、何言うのか、ペチプリンの学校はどういう学校なの、そうあの高校の熊本県でしょ、はい、熊本県俺らのだけ、あるたいだけ俺らも母国だから母国母県って言わせる、急に名前が母県だから、どこの学校、必修館です、必修館、必修館高校ってたい、お前ら3人分かってるけど俺誰も分かんない、ヌシは必修館も知らんてたい、いや全然知らない、熊本でいや歌っかしかなかったもんね、もう歌っかしかなかった、もう歌っかしかなかった、ゴリゴリ名前が、必修館高校っつったらもうあのあれだよね、俺らあの電波高専だったっけ、うん、あれだよ菊電乗ってからたい、はい、向かう時に必修館高校前駅あるとね、あそこでいつもいいよ、アクセスの方法はいいよ、違うんだよ、だから俺らがね最初に必修館の女の子たちと一緒乗るの、うんうんうん、最初にで電波光線っていうのはもう後の方なの、うんうん、最後の方なの、本当終電の前の前ぐらいなので、必修館っていうのはもう最初ら辺で降りていくの、あなるほど、可愛い子たちが多いの、うん、その子たちが序盤で降りていくの、じゃあお前 の、 あの女の子情報はいいの、あどんな思いで応募してくれたんでしょ、そっちをメインで聞きたい、時間もあるからごめんなさい、じゃあね、改めて必修館高校、俺ら熊本出身なんか知ってるけど、うん、知らない人も多いと思います、はい、どんな学校ですか、はい、
なんか一個一個の行事にみんなが一生懸命取り組めるし、もう全体的に活気があって、うん、はい、とてもなんか毎日楽しく登校できる学校です。そうか、いいよな。まあそれはみんなもう華やかだったもんな、それはな。いやでもあるけど、でも今回ね、そのもう大好きなペチプリも大好きな必修館高校なわけじゃん、はい、うんうん、うん、はい、どんな思いでさ今回応募してくれたの？熊本は4月に地震があってて、そうだな、でその時に、うん、ブルエンの曲を聴いて、うん、私がすごい元気もらって、うん、だからみんなにもその私が元気になった曲を生で聴いてもらいたかったし、うん、同じ熊本県だからなんか共感できるところもいっぱいあるんじゃないかと思って、で私はまだあの部活で、うん、あのマネージャーやってて、そう、あ、でそうなんだ、部活何、何部？バスケ部です。バスケット部か、そっかそっか、うん、そっかそっか、うんうんうん、でマネージャーやってて、うん、なかなかライブとかも行ったりできなかったんですけど、そうだよな、うん、でやっぱり生で会いたいなと思って。なるほどね、もうベチプリンの気持ちすげえ伝わるわ。え、でそれをその担任の先生にさ、そのちょっとノリで話してたって言ったじゃん、はい、で担任の先生なんて言ってくれたの？あ、楽しそうって言われました。担任の先生は乗り気だね。担任の先生乗り気ですね。でもライブもしするとしても場所とかは校庭とかなの？あ、そうか、うん、私は知らないんですよ、卒業式をする場所。あ、そうなのか。体幹が壊れてて、うん、あ、そう、震災の影響でな。そうかそうか、今体育館が使えない状況か。で場所はまだ、そっか、まだ今先生たちもね、その探してくれてるっていう最中で、そうだよな。だからまあその本当にその別にな、ペチプリもその無理してあのそのやれとは言ってないけど、でも本当に俺らもさ、その熱い思いをちゃんとなんとかして届けたいという気持ちでね、今このプロジェクトやってますから、ぜひね、あの先生にまた明日ね、そのブレン先生とあの電話したんですっていう話をこれ伝えてもらったらね、先生もさらにこうやる気になってくれると思いますから、はいはいはい、ぜひちょっとこの熱量をもっともっと伝えといて。はい、はい、頑張ります。うん、頑張ろうね、一緒に頑張ろう。だからまだね、あの残りの学生生活もしっかりと楽しんで、そうだね、頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとう。さあ、ということでね、ブレインカウントでスクールクラップをね、はい、聞いていただきましたけど、あの、ごめんね、あの、俺自分で言ってんのに自分のに持ってかれてる。うん、この最後にね。そう、うん、みんなが待ってるっていうね、感じもありましたけども、あの、今日ですね、あの、2時間、あの、生放送教室に僕らも参戦しておりまして、はいはい、そうですね。で、今日は、あの、全曲レビューというのをやっております。うん、みんなからのね、あの、書き込み、ね、レビューみたいなのをね、いただいて、はい、おりますけど、まだね、これもスクールクラップの、レビューいただいております。埼玉県16歳の女の子、ゆり。からですね、スクールクラップ、すごい愉快な感じでブルエンらしさ全開でめっちゃ好きですと、うん、自然と体が乗っちゃうし、聞いててすごい楽しくなる。あ、いいね、これ。だからツアーとかでもね、しっかりと、うん、もうみんなでね、こうね、みんなでなーなーなーな言って、これなーなーなーな言ってるでしょ。これただ言ってるかと思うでしょ、はい、違うんですよ。学校生活同じことの繰り返しできつくなる時がある、うん、なーなーになる時がある、うん、そのなーなーになるっていうのをみんなで言ってるってこと、やばい、意外に歌詞深いんですよ。確かに。だってもうすごいね、パソコン打ち間違いみたいな感じになってる。そうです。確かに。そうだよね。長、もう乱れ打ちでした。はい。こんな感じでね、今月いっぱいね、もうみんなからのその応募、うん、あの、受け付けておりますので、必ず先生の許可を取ってから、うん、応募してください。お願いします。はい。もう本当にどこ行くかまだね、全然決まってないから、ね、みんなの熱いメッセージがあればあるほど先生たちも熱くなるからね、うん、お願いいたします。お願いします。はい。ということで、そろそろお時間になりましたけども、このブルエンロックスではね、次週のね、うん、講義テーマ、前回は初回だったので、まあまあその書き初めというね、そうですね、ことやったんですけども、うん、これからはですね、次週の講義テーマっていうのをもう決めていこうと思います。おう、でどうしようか、どうやって決めるの、難しいから、そうだね、天に任せようということで、ダーツやります。ダーツ、はい、ダーツ、ダーツやります。ダーツやります。なんでダーツなの？いや、ダーツやります。いや、言い方はいい。言い方はいい。あの、ダーツでもう本当当たった、うん、そのやつを次のテーマに持ってこようと。ほー、はい、なるほど。青をテーマに様々な言葉が書かれた的がこちらご用意しております、うん、こちらですね、皆さん、はい、はいはい、いろいろ言葉があります、うん、刺さった的に関する青について次週は講義をしていこうと
いう、そういう神任せ、天任せ、はい、運任せな、うん、感じで授業をしていこうと。いいと思う。もちろん授業はしっかりと熱を持ってやりますけども、うん、はい、これだからいろいろありますね先生ね、江口先生。まあそうですね、本当にもう僕たち、はい、青に関することなら何でも分かるぞと、うん、立ちどころに分かると青学の講師です。そうそうそう、分かるぞということで、うん、分かるけどやっぱしもうね分かりすぎちゃって決めかねちゃってるんですよ、はい、そうですね。なのでまあダーツで決めようということでね、うん、まあそうそういろいろありますよ。まあ青春であったり、はいはいはい、うん、まあ青2歳、うん、あったり、うん、青に優しいと書いて、うん、声優。何それ。声優って言葉はなんかね、それはなんか唯一の高村の専門分野ですよね。そうね、唯一の声優ですからね。そうなんです。唯一の声優なんですか。もういい、もういよいよぐちゃぐちゃですけどね。お、これあれじゃん。はい、声優と思わんじゃん。あ、これ俺の得意分野。いやいや、お前は武闘派だからね、うん、なんかあなたもう頭の中も筋肉ですからね、うん、もう清流と専門ですから。いや、それでも意味が分かんない。もう武術展になってくる。これでも大丈夫、授業はできんのか。いや、分かんないですけど、これ青に関する授業ならね、うん、もうどんな授業でも可能です、うん、僕らは、ね、青についてるものなんか何でもいいんですから。何でもいいです。はい、ということでね、ここはじゃあ今日はリーダーの江口先生、はい、じゃあちょっとダーツいっちゃいましょうか。いいですか。じゃあ、はい、お願いします。じゃあ行きます。はい、投げてね、ちゃんと。おりゃ、ね、この嘘っぽいおりゃが入ってますけどね。おりゃ、おりゃ、完全にね、これでもう生徒のみんなもね、クオリティに気づいてくれる。さあ、ということでね、どこに刺さりましたか、江口先生、お願いします。発表してください。はい、お、なんとこれは、はい、皆さん待望の、青龍刀です。来たー、青龍刀、めっちゃ求めてるやん。なんでなの、その武術愛好家の会みたいになってるからさ、ね、みんなで言おうぞ。いやいや、違う、言わないです、言わないです、うん、ということで青龍刀をテーマにこのブレインロックスの、うん、方をやっていきたいと思います。は何をするかというと、今からね、生徒のみんなのお悩みを募集しようと思っています、うん、来週までにね、たくさん募集しまして、そのお悩みを青龍刀の切れ味のごとくバッサバッサ切っていこうじゃないかと。いいっすね。大丈夫ですか辻村先生。それは辻村だけに辻斬りでいきたいと思いますよ、ね、ということでね、いやいや、辻斬りの意味は知りませんということで、絶対分かってない。名前しか知らない。雰囲気で言ってるんでしょ、はい、この音のなもう感じで、ね、切っていこうと思いますからね。はい、ということで、じゃあね、まあ、うん、このメッセージをね、募集したいんですけども、うん、メッセージ募集するといえば、やはりね、この告知をしていただかないといけない。まあ、そうですね、はい。先週は私がやりました。そうですね。でも今週は、江口先生、お願いします。いいですか、生放送でね、構わないか緊張しておりますけど。いますよ。こちらの方のね、皆さんのお悩みは、全てはスクールオブロックのウェブサイトからブルエンロックスのページにジャンプしてください、はい、アドレスは PC 携帯ともに小文字で www.おダブルダブルドブ、もう一回、そんなそんなダブルダブルドブってな、ね、緊張してるよ、うん、アドレスは PC 携帯ともに小文字で www.tfm.co.jp/lock ロックのスペルは LOCK。 よくしやじゃねえ、言えてねえか。もう校長と教頭の高笑いが聞こえてくるよ。もうこの間もう絶対本当に、まあでも次週もね、青龍刀でバッサバッサ切っていきたいと思いますからね、はい、お悩みお待ちしておりますということで、以上、最後にもう一度スクールオブロックの青学の講師ブルーエッグカントでした。青龍刀、青龍刀、まあいろいろあるよ、そら、うん、まあまあちょっとありましたね、いろいろね。ドレスの中にドブ入ったとは思わなかった。一回浸かるとは思いませんでしたからね。俺たちは毎日大切に読み上げてる。いや本当ですよ。みんなじゃあ何、ドブにみんなメッセージ送ってきてたってこと。一回浸かってから出てたってことになりますか。そんなことじゃないさ。おかしいからね。青龍刀ってその中国の武器だからね。そうですね。中国の大刀だよ。大きな刀とか言って怖いよ。そうな俺のイメージしかない。何を振り回してんだバカ野郎。まあでもいろんなものをこう叩き切ってくれるわけだから、はい、まあそこはまあ頼りにしていいんじゃない。そうですね、はい、これはで今多分もうちょいで多分ブルーン先生こっち生放送教室戻ってくるはずだから、ちょっと距離あるからね、しょうがないから ね、 これね、うん、ちょっとダーツ実物見たかったで、卒業ライブプロジェクトマイジェネレーション2017サポーテッドバイ J コム、改めて応募の締め切りが今月いっぱいまでなので、はい、今からでも遅くないんで、卒業式当日、別れ会みたいな、うん、卒業式じゃない日でも全然 OK なんで、はい、ぜひブルエン先生の言うように学校の先生に相談して送ってきてほしい、う、ね、うん、ってことでもうそろそろ戻ってくるかな。生放送教室どうかな。来てる来てる来てる、向かってきてる向かってきてる、間に合うか、来た、あれ
あれすごい。一人か。どなたですか？ブレーンカウントの、ジュークこと、紙飛行機、森空割った田辺俊一でございます。出たー。うわー。いや、動きやってくれて、ジューク先生の動きをやっている校長先生が。二人でやっている。紙飛行、早く戻ってこいメンバー。早く夢を。やめちまえよ、こんなクオリティならやめちまえよ、怖い怖い怖い。時間は音を学ぶと書いて、音楽の講師、サカナクション先生が登場、サカナロックス。